一つだけいただく。ほんと出てますね。1メーターぐらい、15メーターぐらいの幅で、これね、この石垣の長さが長いもんでね、この真ん中に力が加わって、あそこは崩れやすいそうです。そのためにあのような補強したようなものを作ったんですね。これね、横山水門です。敵がね、石垣を登ってきた時、横から鉄砲で撃ったり弓矢で攻撃できる人もあったんですけどね、まあ、使わなかったです。それで横に矢って書いてね、横矢、形が一升マス二升マスに似てることで横山マスって呼ぶんですね。はい、前方の橋がね、北総門橋といいます。これね、平成6年にね、このコンクリートの橋から木の橋に架け替えたんですね。江戸時代と同じように。ずっとところに護国神社を建てたんですね。その参拝屋としてかけられた橋でね、江戸時代にはここに橋がかかってなかったところですね。江戸時代はね、この中堀には3本しか橋がかかってないんです。必要最小限の橋。これね、敵が攻めてきた時にね、使われないように橋はなるべくかけてないんですね。それではね、そろそろ屋根下げますよ。半分開けます。はい、ありがとうございました。一本木が四本、あとは飽きられぬ目音を待つ諸行諸行いの待つほいって歌ですね。まあ皆さんお分かりのようにね、無料のカラオケボックスでね、それね、ちょっとマイクも切らさせていただきます。はい、下げます。はい、ありがとうございました。他の方はね、ぜひこの屋根と一緒についてやってくださいね。思い出に残りますよ。遊覧船から見た松江城ということでね。松江城はね、堀尾義晴が関ヶ原の戦いで攻撃を受けましてね、浜松12万石からこの出雲沖、合わせて24万石変わってきたんですね。そして1611年に5年の歳月をかけてね、ここへ築城するんです。堀尾氏がね、3代、その後に京極氏のが1代、いずれも跡目がなくて断絶ですね。その後に家康の孫のね、松平直政が松本から発ってまいりまして、これが10代、明治維新までね、行われちゃったんです。全国12残っております、お城の中でね、敷地面積が明治城について2番目なんですね。そういった高さが約30メーターで、これ3番目なんですわ。はい、それではね、皆さんね、たまたま私の船に乗ってこられたわけですけどね、これもなんかの縁ですね。まあ、二度と会うことはないと思いますけどね。せっかく乗ってこられましたのでね、私の歌をもう一曲ね、お土産に聴いて帰ってください。荷物になりませんけどね。それではね、皆さんね、若い人は分からんと思う。吉幾三の雪国ってご存知ですか？若い人たちは知らんって言われますけどね、雪国。これね、これを出雲弁バージョンで歌いますよ、雪国を。いいですか？ちょんぼしか出ますけどね。好きよ、おまはん、えまでも、えまでも、暦は、もうちょんぼしで今年も終わるね。会いたって恋して吠えたな晩、そばにおってちょんぼしでも話を聞いて、ごいちゃげてごいちゃげて追い上げて雪国。